ポリティコは政治に特化したアメリカ合衆国のニュースメディアである。主にワシントン DC の議会やホワイトハウス、ロビー活動や報道機関の動向を取材し、テレビやインターネット、フリーペーパー、ラジオ、ポッドキャストなどの自社媒体を通じてコンテンツを配信している。ポリティコは2007年1月23日にワシントンポストの記者のジョン・カイ・ハリーズとジム・バンデヘイが、 設立した。初代の CEO には、ワシントン DC で ABC 系列のテレビ局を所有するアルブリトンコミュニケーションズの社長のフレッド・ライアンが指名された。ちょうどこの頃ソーシャルメディアが普及し、政治系ニュースサイトが台頭しつつあった。ポリティコは人気記者のベン・スミスを擁し、2008年アメリカ合衆国大統領選挙の間に閲覧数を増大させ、 ニューヨークタイムズやワシントンポストのウェブ版に並ぶほどの人気を博した。2008年はリーマンショックが起きた年でもある。歴史的な不況下でアメリカの新聞社はリストラを進め、ワシントン支局の記者を大量に解雇した。しかし、ワシントン DC のニュースは必要であり、取材の穴を埋める必要があった。そこでポリティコが通信社的な役割を担い、 ワシントン DC の記事を格安で配信することで存在感を高めていった。設立当初のポリティコの職員数は60人だったが、2009年には100人を要する組織に成長した。当時のポリティコの売上高は約1500万ドルであり、主な収入源はフリーペーパーだった。フリーペーパーの発行部数は3万2000部月であり、 ウェブサイトの閲覧者は670万人、月だった。2010年10月にロバート・アルブリトンが CEO になった。アルブリトンは前日のアルブリトンコミュニケーションズのオーナーの息子である。2012年アメリカ合衆国大統領選挙では政治系ニュースサイトの勢いがさらに増し、ポリティコは2012年ピューリッツァ賞を受賞した。ニュースサイト間の競争も激しくなり、 2011年12月にはバズフィードがポリティコからベンスミスを引き抜いた。2013年9月、ポリティコはニューヨーク州やフロリダ州、ニュージャージー州などに支局を持つオンラインニュースサイトのキャピタルニューヨークを買収し、同年10月には年6回発刊のオンラインマガジンを開始した。2014年9月にはドイツのアクセル・シュプリンガーと提携して、 ベルギーのブリュッセルに子会社を設立した。子会社は地元新聞のヨーロピアンボイスを取得し、2015年4月に欧州版のポリティコヨーロッパを開始した。ニュースメディアの読者は2015年頃からモバイルシフトが進んでいる。しかしポリティコの読者は中高年が多い成果以降が進まず、ポリティコは時代の趨勢に乗り遅れているという意見もある。 2016年アメリカ合衆国大統領選挙の最中、ポリティコではオンラインマガジンの不審や予算配分、今後の方向性などをめぐって社内対立があり、創業者のジム・バンデ兵が CEO のアル・ブリトンと対立して早期退社し、マイク・アレンなどの幹部数名が退職した。2016年現在ポリティコの職員数は約500人であり、 ワシントン DC やニューヨーク、ベルギーのブリュッセルなどに取材拠点がある。ポリティコは約3000の記事、月を作成し、メールマガジンの登録者に配信している。例えば、マイク・アレンの朝のコラム、プレイブックの登録者は10万人を超える。ポリティコはワシントン DC やブリュッセルでフリーペーパーを発行している。ワシントン DC のフリーペーパーは、議会開催中に、 週5回、閉会中に、週1回発行される。またオンラインマガジンのプリント版も配布している。ウェブサイトの月間ユーザーは1200万人であり、欧州版は150万人である。モバイル版のページビューは3800万に及ぶ。全国版の他に、地方版があり、欧州版も所有している。また CBS ニュースや、アルブリトンコミュニケーションズのワジラ、TV、 ケーブルテレビ局のニュースチャンネル8、ラジオ局のワタップ FM、ヤフーニュースなどにも記事を配信している。ポリティコの編集者、マイケル・ハーシュは白人市場主義者のリチャード・ビー・スペンサーの自宅住所を Facebook に公開した後、2016年11月に辞任しました。パリティコマガジンは2017年4月に米国のドナルド・トランプ大統領、 ロシアのウラジーミルプチン大統領、ユダヤ人のアウトリーチ組織であるハバドルバビッチの間の長期的なつながりを示すことを目的とした記事を公開しました。ケンブリッジアナリティカのマイクロターゲットのトランプ有権者とハンクリントン有権者はネイティブ広告とポリティコのスポンサーまたはブランドコンテンツを持っています。2019年3月 大統領候補のバーニー・サンダースの画像を描いた記事が公開された時、ポリティコは再び反ユダヤ主義で告発されました。2020年の米国大統領選挙の2人のユダヤ人候補の1人であるサンダースは、彼が生涯にわたって蓄積した富の量を記事のターゲットとしました。ポリティコのスタッフライター、マイケル・クルーゼは上院議員の富を衝突した記事を書き、サンダースは、 まだ安いかもしれないと書いた。パリティコの公式ツイッターアカウントは引用を使用してその内容をストーリーで共有しましたが、そのツイートは後に削除されました。2007年の意見記事でプログレッシブウッチドッググループのメディアマターズフォーアメリカはポリティコが共和党の傾斜を持っていると非難しましたが、2012年の 調査によると民主党員として特定されたポリティコの読者の割合は共和党員として特定された割合と同じでした。ありがとうございます。